お母さん、スプーンまで。また投げちゃったの？ボブ君、あの子のこと好きなんだ。まあ、あんたと弟くんじゃ好きとすっぽんだもんね。僕にはないもの兄さんは持ってるだろう。人は彼らをこう呼んだ。超能力者と。すごいわ。ストレスがたまると何かのきっかけで力が爆発するだろ。今日はいつもにまして元気ないよ。2回バイバイバイ。僕は自分を変えたいんです。超能力があるのにどうして？モテたい。おっと、もっと超能力者集めるんだ。そうした力を持つ者たちは能力を誇示し、人々を恐怖に陥れ支配しようとする。お前の力見せてみろよ。笑え、リツ。人並みに怒ったふりしてんじゃねえよ。青春は限界を超えると爆発する。モブサイコ100。